はいどうもお疲れ様です。特価塾の久保です。あの、いただき女子リリちゃんっていうね、ニュースが入ってきまして、私こういうのはね、実はすごく疎いんですよ。ね、自分の暮らしとか、自分の塾の運営とかに全く関係ない情報ってね、ほとんど入ってこないんですよね。うん、だから世の中で話題になってることってのは私の中で全く話題になっていないということ。そしてもう一つ、世の中の話題に引っ張られると、自分の話題が置き去りになるってことかな。で、一定のアクセスを集めるために、 あえてね、世の中で話題になってるけども、自分に全く興味のないことをフックするために使うことはありますけども、今回はそんなんじゃなくてね、なんとなく <laughs>、いただき女子っていう話が入ってきたんで、まあ、その私の分かる範囲でね、いろいろと考えてみたんですけども、結局今、検察の方から、1億5千万、じゃないや、なんか1億5千万を詐欺で取ったということで、うーん、なんか休刑が、懲役13年とか、 罰金1200万とか来てるって話ですよね。で、この頂き女子のリリちゃんっていうのが、あの、おそらく通っていたホストクラブがあって、そのホストクラブに払うお金を稼ぐために、この頂き女子リリちゃんは人を騙していた。そして騙すためのマニュアルを売って大金を稼いでいたっていう、まあそういった筋書きみたいなんですよね。でもこれ多少ちょっと無理くりというかね、あの、こじつけが、 検察の方にあったんじゃなないかなと私は感じます。というのがホストクラブがね何か指示をしてリリちゃんにあれしろこれしろって言っているっていう証拠は多分ないと思うんですよで実際そうでもないと思うんですよねじゃあどういう形かっていうとリリちゃん自身が勝手にホストクラブに行ってそこでお金を使って掛金を作ってしまったでお金を返すためにパパ活みたいなことをしてお金を稼いでいたってことだと思うんですよで実際そのパパ活も うん、まあなんて言いますか肉体関係を持ってお金をもらうっていう時もあったでしょうし、えーまあ、そういうことを匂わせながらお金だけもらって結局やらずぼったくりっていうこともあっただろうっていうことなんでそこは玉石混合だと思うんですよね、うん、じゃあ検察がなんでこれをねあの反射認定をしようとしてるかっていうとホストクラブを挙げたいわけなんですよで頂き女子リリちゃん一人の単独犯だということになると要するに組織用がないわけですからね 反射扱いいできないとだからホストクラブっていう組織店舗こういったのがバックにいてそれが糸を引いていただき女子リリちゃんは働かされていたやらされていた作業をやらされていたっていう風にやっていくとお筋書き通りの立件ができるんじゃないかなということなんですよ。まあ、つまりホストクラブを今度はね反射と認定して徐々に駆逐していこうっていうことなんじゃないかなと思います。 というのがねホストクラブっていうのはやっぱりねあのものすごくねお金を稼るる人が生まれてくるんですよ、うん、しかもお酒の仕入れ値段の何十倍もの価格で売るということでそれは商売の自由が認められている範囲なんで売価をいくらつけようと構わないしそれを納得して、えー、推しのためにね高いボトルを入れる、えー、お客さんのことをねとがめることはできないんですけどもそれ自体がもうね反社なんだよっていうふうな括りを作ってしまってホストクラブを駆逐するっていうところじゃないかなと思うんですよ。 で思い出すのがね二十数年前なんですけども堀江高文さんのやっていたライブドアって会社があってそこがどうにも急成長して儲かってこの社会に新しいね流れを作りそうだったんで強制捜査を入れて何の罪かわからないけども潰したみたいなところがあったんですよねうんものすごくそこで真面目に働いてる従業員さんとか取引先にも影響がありましたよ で、その結果、楽天が台頭してくる、ソフトバンクが台頭してくるってことになるわけですけども、まあ、ソフトバンク楽天っていうのはね、どちらかというと、うまあ、時の権力者のね、手足となって動く存在で、当時のライブドアっていうのはどっちかっていうと、その流れに反していたんで、まあ、いわゆる潰されたのかなっていうふうに思いますよね。で、このライブドアって会社はね、短期間に成長して海外にもいろんな法人をどんどん作っていったところで、あの、世界のグローバル企業を、 日本初の、ね、そうういいっったた会社になななるはずだんんじゃないかなと思うんですよスマートフォンも作ってたでしょうしねそれからあの暗号通貨も作っていたでしょうしね、うん、だから金融先進国になるための,そのプラットフォームにもなりうる会社それがライブドだったと思うんですよだからそれを、まああのね、国際金融資本じゃないかどうか分かりませんけども、うんまあ、潰したということなんですよね で、今度はそのホストクラブの中で、それほどの規模ではないんだけども、えー、ど1億円プレイヤーっていうのが出てきてね、それこそ、あのまあ、国に忖度しない自由に生きる人がそこで生まれかけてるわけなんですよ。それをなんとか潰してしまおうっていうふうな陰謀なんじゃないかなというふうに私はね、思ってますね。<laughs> まあこれがだから陰謀論ってやつなんですけども、あながち外れてはないんじゃないかなと思います。 うん、その頂き女子リリちゃんっていう風に、えー、今回ねクローズアップされてますけどもこんなのは別に昔から山ほどいたわけなんですよ金額の高くそあるねまあかくいう私もですねあの、まあ、女の子に結構たかられてお金が必要だっていうんで渡してそのまま帰ってこないとかねあ,ありますからねそれはだから付き物でしょ女性と付き合っていたら特にあのねそこそこ年齢がいったら30半ばとか40代の男がね あの、若い女の子と付き合おうと思ったら、それは向こうにも、うん、いろいろと出来心ありますよ。そういうのも込みで、ほら、50万、ほら、100万って、気前よく渡すから、次にまたね、そういったお目当ての女の子と会うチャンスがあるわけじゃないですか。だから、それを詐欺だとかね、なんだとか、いちいち、言わないことじゃないかなと、私は思うんですけどもね。うん。まあ、だから、これね、現実としてすごく、あの、辛いのは、いただき女子リリちゃんが、もしね、懲役を本当に、 休憩通り食らって、うん、で、お勤めを終えてね、40代ぐらいで社会に出てくるとするじゃないですか。そしたらもう、頂き女子りリ,リちゃんっていう、そのキャリアも、ノウハウもう全く使わないわけですよ、うん。ただ、若い子に対しての何かね、えー、こう警告的なメッセージを発するような役割にはなれるんじゃないかなと思いますけども、少なくとも、うん、20代前半のね、女の子としての稼ぎ方も、 いやおなくできなくななくってしままうのかなと思いますでもここでね別にこの頂き女子リリちゃんの味方にもあるわけではないんですけどもそうなるとね、うん、やっぱり若い女の子と付き合いたいと思っている世の中のねそこそこの年齢の男性の対象となる女性が一人ねいなくなるわけですから、うん、なんかそのデメリットと言いますかねマイナスな面はあるのかなというふうに思いますね別にこれリリちゃんを擁護するわけではないんですけどね。 いろんな側面から考えて、あの、こういった女性が出てくるのは今に始まったことではないし、昔から男性をね、騙して体験をせしめるってのにいたわけですよで。私の記憶にあるところによると、どっかで、ね、JA の職員さんかなんかが9億円を横領して、えー、で、自分のね、好みの女の子にずっとね、えー、あの、貢ぎ続けていたみたいなこともありましたけどもね。な,んなくならないですよ、こういうのはね。恋愛感情がある限り。そして、自分の分を超えた、 恋愛をお金によって埋めようとしている人がいる限りはなくならないです。で、その仕組みを若くして身につけた女の子が、まあね、男性ってものを評価する際に、お金をいくら自分に使ってくれるかっていうところも、まあその要素の一部としてね、取り付けるのもあるんじゃないかなと思いますよね。 うん、でも私ね最たるものっていうのは頂き女子さんとかなんとかじゃなくてあの基本的に結婚すると男性は奥さんにずっとねあのかもられることになるっていうふうにね <laughs> まあこの表現はちょっと辛いと思いますけどもそういったところはあるんじゃないかなと思います。うん、だからいつかねその関係が崩れた時にやっぱり男性の方としてはあの自分の稼いだお金が一方的に自分の奥さんに持っていかれてねそれが不満となりストレスになりってところあるのかなと思いますんでやっぱり家庭内で。 きちんと役割をそれぞれ持ってお互いのために尽くしていくこととか、それから別に結婚してなくてもね、彼女彼氏の間でその関係をよく維持しようと思ったら、いい関係であろうと思ったら、もらいっぱなしはダメよっていうことと、あげっぱなしはダメよってことになるのかなと思いますよね。うんまあ、理想的にはね、いくらあげても、惜しくないっていう感覚になればいいんですけども、なかなかね、 うん、そこはなないいのかなと思いますやっぱり、尽くした分だけ尽くされたいと思うのは人情ですからね。うん、何も見返りを求めずに愛する人のために命さえ捧げるっていうのはもうこれはねあの上級者の部類ですから、ね、なかなかないのかなと思いますね。はい。世の中は常識でえ動いてますんでこういった上級者の考えとか行動っていうのはとかく理解されませんのでね。どちらかというと理想論ということに取っておいて多くの方は。 それは無理ないよねっていうところに落ち着くんじゃないかなっていうのが今回のテーマでございました。いただき女子リリちゃん。ね。お金を盗まれた男性。どう思ってるんでしょうかね。まあそれはそれで仕方ないよっていうふうに、あの太っ腹な人がお金をね、りりちゃんにあげたのかなというふうな気はしますけども、うわ、あ騙された。俺のこと本気で愛してると思ったのにみたいなね。まあ、そんな泣き言になってしまうのか、様々でございます、はい。それでは、いただき女子りリ,リちゃん。いってらっしゃい。